こんにちは、ロシアから来たマリアです。よろしくお願いします。寿司大好き、大好物です。大好物、うん、オッケー。じゃあ行きましょう。行きましょう。奥のガラスの器から黒バイ貝のマリと、左側白い器にはシントリーナと京揚げのおひたし、右側黒い器はクルミとチーズを添えたもの、お手前の楕円形の器は鮭を米麹で漬けた。このチーズ美味しいです。うん、くるみのチーズだって。日本にはいつ来たの？5、6年前ぐらいです。結構長いね。そうですね。でも行ったり来たりするので結構計算が難しいです。少し回しながら言うね。うまいうまい。お肉いうん、弾力感がすごいです、うん、美味しいです。今は何やってんの？仕事？YouTube とかやりながら、うんうん、フリーランスの翻訳とフリーランスのモデルやってる。あ、そうなんだ、うん、この間コレコレさんとか知ってますか？うん、うん、知ってる知ってる。コレコレさんのライブにも MA とか宣伝してもらって、何このやばいじゃん、頭おかしいじゃんみたいな紹介されたんです。タトゥーって分かりますか？ロシアの、うん、結構昔人気だったんです。人気だったね。オーゼシステセっていう歌があって、で日本人に私さ、ある次第に言われたんですけど、関西弁で、ほんますませんに聞こえるらしいです。曲名はオーゼシティングシセ、でも早口で言ったらなんか関西の人にそう聞こえるらしいです。ほんますませんに。マジで？でそれをなんか歌ってみました。ドタキャンしてちょっと批判されて帰ってくる。それで嫌われました ね、 そうだね、日本人に。そうそうそう。それは覚えてる。だからもうタトゥーとか懐かしい。懐かしいね。出身はどこですか？出身は千葉。千葉。私も来週千葉行きます、うん、成田は千葉なんで。ああ、そっかそっか。何週間ぐらい帰るの？結構長い。3週間ぐらい。3週間ぐらい。なんか日本だとさ、その元旦にお神社行って、初詣ってお祈りするじゃん、うん、そうですね。なんかある？そういうロシアで。ロシアは、うん、まあ、みんなで一緒にパーティー、そう、パーティーしてご飯食べてみたいな、うん、でみんなで一緒にテレビを見たり、外を出て雪遊びしたり、だるま作ったりとか、あとどっか広場のところ行って花火するっていうのがあります。クリスマスはロシアとカトリック教とちょっと違って、12月25日で1月7日なんです。あ、そうなんだ。そうですね。キリスト教じゃない？キリスト教です。なんかクリスト教が宗派2つあって、ギリシャ正教とカトリック教、うん、で、それカレンダーも違います。そのカレンダーは2週間違うので2週間ずつなので。あ、そうなんだ。クリスマスとかイースターとか全部2週間で続いてます。それ日本人はあまり知らないでしょ。知らない。まあ、その西ヨーロッパとアメリカとか、うん、アストラリアは、ね、ほとんどカトリック教で、東ヨーロッパはギリシャ正教っていうか。すごい、そんなの来た。うん、パテ。パテですね。パテが大好きです。あ、そうなんだ。さっき多分サーマンでした、ね、これは味っぽいですね。味っぽい、ね、でもなんか醤油かかってないっていうのも珍しいです。ドレッシングみたいなのかかってない？あー、多分さすがにそれに醤油かけないと思うんだよね。なんか日本人は何でも醤油だけのイメージがあります。サラダは醤油かけない。うん、ドレッシング入ります。なんで日本に来ようと思ったの？もともと何に行ったの？文化ですかね。村上龍と村上春樹が好きで、その書籍を読んでいて、ロシア語で、まだその時は高校生、中6か高1ぐらい で読んで、あ、なんかこの国変わってるな、面白そうだなとか思って、まあいい意味で変わってます。要は自分とすごい違う、考え方もすごい違うように見えたし、ロシアにないもの、多分ヨーロッパとか行っても結構、まあ、同じヨーロッパだから結構、まあ、言語は違ってても文化的には近いところがあるんですけど、日本に行ったらもう全く違うから、なんか
別の星に似たようなもんなんで、それでチャレンジしました。私の鼻声はどうですか？ひどいかな。視聴者に聞こえるんですかね、私。大丈夫。いやでも初めて声聞けば多分あこういうこともともとこういう声なんだけど結構低そうですね。来週帰るのに火事になってしまったっていうの、まあ、魚食べて元気になります。なんか火事低そうになったら風邪気味になるとマグロ食べるとすぐ治ります。本当に、うん、なんかわかんないけど、マグロってすごく効果あります。マグロ出てくると思うからさ。楽しみです。日本で旅行とか行った？その日本の東京以外に観光とかさ、うん、結構行ってます。ちょっと沖縄に住んでたんです。あ、そうなの？京都、北海道行きました。結構行ってんじゃん。沖縄めっちゃいいです。めっちゃいいよね。沖縄めっちゃ好きなんですけど、やっぱり暑すぎます。あ、ロシア人からしたらね、やっぱりちょっと暑いか。その暑さはちょっと耐えられないですね。まあ、東京も夏は暑いけどね。そうですね。でも紫外線はやっぱり比べ物にならないから、向こうは外出たらすぐ赤くなります。5分ぐらいで、はい、北海道がすごい好きです。北海道の料理も全部家に合いますし、気候的にも合いますし、ちゃんと四季があって冬があるので雪が積もって雪遊びできるのが最高です。だからもう結構ロシアに近いみたいな。そうですね。スキーもできてスキートもできて、うん、そうだよね。白子、白子ですかね。知ってる？なんか聞いたことあるんですけど。本当？なんだと思う？え、なんかキノコっぽいです。魚のスパム。いきます。柔らかさプリンみたいな。でも美味しいですよ。美味しい？なんか、うん、え、お魚ですか？すごいクリーミーなんですよ。そう、うん、これもだからペルメニと本当にボルシチとピロシキぐらいしか知らない。まあそれぐらい知ってればいいよね。あとビーフストロガノフも日本人に結構人気です。 あれもロシア？ロシアです、はい。お母さんの一番好きな料理って何？ロシアに帰ってお母さんに作ってもらいたい料理。ヴィニグレットが好きです。え？ヴィニグレット。ヴィニグレットっていうサラダなんですけど、赤ビツに人参にポテ、あ、じゃがいもに、グリーンビーンズとピクルス。ビーツってあんまないよね、日本に。そうですね、北の方行くとあるんですけど、東北とか北海道にありますけど、はいはい、この間八百屋さんでなんか赤ビツじゃんと思って、あ、ビニグレット作ろう、ビニグレット作ろうと思って買ったら、あれカブでした。カブ、はいはい、騙されたと思って。色は一緒で形も一緒だったんですけど、なんかすっごいでかいカブでした。でそれもカビツって書いてあった。切ったら何？中は赤ビーツは赤いじゃん。赤ビーツ赤いですね。で、カブは切ったら白いよね。あと、カッパも似てるので、結構それでやられたんですよ。あー、それでやられたね。アマゾンでも買えるんですけど、うん、1キロは3000円ぐらいでした。結構高い。結構高いんですよ。ロシアだったら3000円で10キロぐらい買えますよ。あー、すごいの来ました。刺身。こちらはホタテで変更させていただきます。真ん中のブリは天井ブリと右側にボタンエビの3種類でございます。はい、今の刺身って芸術です。ボリスこれは風邪治ります。風邪治る。プリプリです、うん、北海道、鮭をザンギにしたもん。あ、はい、ザンギって北海道の言葉なんだけど、うん、まあ唐揚げみたいな。へえ、すごいですね。どう食べればいいですか？これ下もし、レモンしって、あとちょっと塩、うん、美味しい。これうまいですね、うん、ベイクトサーモンです。これも食べるんですよね。これも、うん、食べれるよ。カブってサーモンに合うんですか？
はファビツの仲間なんでみんなたくさんお茶飲んだのは初めてですいつもアルコールは飲まない、お酒。アルコールはそうですね、あんまり強くないんで。あ、そうなんだ。ロシア人なんかすごいあのオフ作って水のように飲むんでしょ人間っていうのはまあイメージがあるんですけど、ステレオタイプが、ステレオタイプ実はそうじゃないですね。まあ人によるよね。日本人だってね、そんな日本酒ばっか飲んでるわけじゃないし。まさにそうです。普通にビールも好きですし、カクテル系好きですし。ボッカは？ボッカ好きじゃないです。ボッカ好きじゃないの？ボッカは本当に飲めないですね。あー、本当に茶碗蒸し、ダダダーン。あ、美味しそうですね。プリンみたいです。そうそうそう、プリンみたい。昨日がどうに入ってます。うん、すごい柔らかいですね、うん、ウニ溶けました。口の中溶けました、うん、キノコ大好きです。ロシア人大体キノコ大好きです。うん、あ、ホタテなんか入ってました。ホタテも入ってる。ホタテも入ってる。最高ですね。こんな寒い時期に温かい茶碗蒸しだって。すごい、じゃがいも、じゃがいもっぽい、じゃがいもっぽい栗ですね。めっちゃ甘いですね。ね、甘いよね。なんで？お、すごいですね。旅と飲みはホッケでございますね。はい、サーモンはトキシラズという、あの僕には返せる理由は店を持ってきたので、ホッケラの小鉢、卵をパセラジオに焼いてもらって、はい、カクテは肉みたい。すごい美味しい、うん、これ刺身と違ってすごい柔らかいです、ね。怖いじゃん。柔らかいのも美味しいです。柔らかいです。なんか銀座では1食30万ぐらいするみたいな。いや、それはしない、それはしない。しないですよ。高くても5万30万はやっぱりですね。30万はちょっともったくりだわ。半分ですね。すごい、ロシアの味しました。そちら飲んでみます。ウニも柔らかそうですね。ウニ好きです。うん、めっちゃ柔らかいですね。うん、クリーミーです。ちなみにイクラはロシア語からの外来語だそうです。イクラって言うんだっけ。イクラ、イクラ、イクラ。でも食べる、イクラ。あ、めっちゃ食べます、はい、そうなんだ。クラッカーの上に、なんか空気みたいな感じの上に、今バターのスペースの上に食べました。一口のつまみみたいな。ロシアの一番東のところ、カムチャツカ半島っていうところ、うん、すごいイクラとかカーニーとか取れるので、うん、懐かしい。お米は日本のではなくて、インドと中国が多いです。あ、そうなんだ。箸の使い方うまいね。結構多分普通の外国人だったら苦戦すると思う。いくら取れないと思う。いや、私挑戦できます。最後まで取れます。最後までいくらチャレンジ。最後まで、最後まで。すごい美味しかったです。初めて食べた、意外ともう6年ぐらい日本に住んでるけど、初めて食べたものもいっぱい出てきたので、すごいいい経験でした。ありがとうございました。ごちそうさまでした。パカパカ、ロシア語のバイバイです。バイバイ。